あのこれはえっとキジムシロ属の植物なんですけれどもポテンティな我々はポテンティナと言ってる非常にきれいな花を咲いてる植物ねでこの植物は基本的にいろいろ高さ分布してるわけです。で我々は一つの仮説としては地球が温暖化してるんで,でそうすると植物の方は山を登るわけですね。 つまり温度が高くなると植物はもっとこう上の方に行くことじゃないかというあの仮説があるんです。でそれをあの観察するためにはこう短い時間の間はあんまりこうはっきり分からない特に森林の場合はもっと不可能ですねの辺の方はある程度であの分かるんですがでそこで僕私たちはあの一つのやり方としてはその,あのいろいろ高さでその植物の個体数をあの数えていくわけです。 でもし温度の上昇に伴って上の方はその個体数が増えるならばこれは上に上るような可能性があるんですよというようなことは考えております例えばこの植物の場合はでこれは標高低いところで4 5 0 0ル4 6 0 0ルのところは年には1.6個体ぐらいしか増えていないです。 ところがこの高いところですねあの植物はもっとこう増えてるんですねあの一番多くこれは4 8 0 0ルのところですがあの年間7個体であの植物があの増えているおりますでこういうようなあの地味な観測によってで温暖化に伴って植物はどういうふうに変わるかどこに移動するか あの分かるんですで当然これはその変わり方その移動し方によってこのあの炭素収支に対してどのような影響があるかのこともあの、えー、考えられるんです。